今回は、ロボ差別史できそうな歴代キャラ、に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。無印のメンバーはほぼ全員ロボ差別史的そう。褐色ドーナツが一番ナチュラル差別するのはわかる。生き物じゃないのに殺し合い参加してるのウケるな。サイハラ、オウマ、夢野のロボット差別三重史。サイハラくん無自覚で言うから立ち悪いよ。オウマが一番差別してないのほんと笑うわ。オウマ、仲間のロボット夢野、ロボットだけど仲間サイハラ、仲間ずらしてくるロボットとかいう認識まとめ笑ったわ。オウマが一番優しいんだよな。サイハラのキーボエの認識は仲間のロボットが一番近いと思うとは思ってないけど個人であることは認めてるというか、俺はそういう印象。ロボットの歴史は奴隷の歴史でしょ？キーボくん。苗木くんはロボコップ好きだからキーボ見て盛り上がるよ。あでもロボコップと違って人間要素ゼロだからがっかりされるかどんまい。石丸とか小泉とかはナチュラルロボさでいないイメージ。僕らロボットは国際社会においてサイハラくんたち人間よりも道徳的優位に立っているんですよ。サイハラくん仲のいい友達をいじってるだけのウーマ、おそらくキーボからウーマくんだって背が低いじゃないですかって言われたら嫌がったなこの野郎と普通にじゃれつくと思う。友達と距離感がつかめていないから毒舌になっているインチャールアルの夢野ちゃん、普通にヘイトスピーチなサイハラくん。一番差別するやつって差別意識ないからそれやべえぞって言ったらそんなつもりはないって言ってその後に弁明として差別発言するからな。石丸くんって脳内再生されてしまったあの子もろにそういう言動しそう。オウマはプレス機のギリギリを見極めて限界までじらして停止を押す。夢野はなんだかんだ割と早い段階で停止を押す。サイハラは停止を押さない。あれ初めてこいつヤバいって思ったよ。なんで僕がオウマくんや夢野さんと同じ扱いなんだって思ってそう。西園寺は毒舌だしロボ差別しそうでも夢野と似たような感じで停止ボタン押さないとかはなさそう。罵倒はするけど傷つけはしないというか。逆に積み木とかどんな反応するんだ。ロボって怪我とかしないし、したとしても専門外だろうしな。キーボが被害者になった場合オウマは周囲の感情を逆なでするために死んだではなく壊れたって言葉を選択する。サイハラは特に何も思わないで壊れたっていう。なんならこの場合も学級裁判ルールは適用されるのかみたいなのを確認までする。正直キーボ自体があんなのと一緒にしないでくださいとロボット差別してそう。この枝は人間かロボかではなくて希望か絶望かで差別するからロボ差別はしないはず。キーボ僕が犠牲になります。サイハラ春巻は私も犠牲になるよ。サイハラなんでまだ誰かが犠牲にならなきゃいけないんだ。無印は明けすけロボ差別、戸上、深川、桑田、セレス、江ノ島、ムクロ、ナチュラルロボ差別、石丸、朝比奈、葉隠れ。明けすけロボ差別組が火種作るのにナチュラルロボ差別組の用語になってない用語に明けすけ組がドンスク絵面が浮かぶ。苗木、注意されたことは気をつけるまいぞの。それなりに気を使うキリギリ。他とあまり変わらない扱い。踏み咲き、アルターエゴがあるので差別なし大和田。ダチ認定されるまではロボ差別山田。ロボに燃える大神。差別はしないがデフォ状態に戦闘力がないことにちょっと落胆。こんなイメージ。性能にがっかりするやつくらいはいくらでもいるだろうけどプレス機止めてくれないのはなかなかいないと思うよ。サイハラちゃん、そもそもロボット差別って何？呆れました。今時流行りませんよロボット差別など。ロボット差別する汚い人間は滅びろ。無印にキーボ放り込んだら誰が先にキーボをぶっ壊すかの争いが起きそう。というか最初の一人殺しても犯人は裁判なしでそのまま外に出られます。制限時間を超えたらみんな殺されますって条件でキーボを狙わなかった V3 メンバーが成人すぎる。それは性格無害、身体能力、おじいちゃん特殊性能なしって知ってる前提の話であって、あの段階では一番得体が知れないし、そもそも壊す手段がないし。サイハラとかいう自分が悪だと気づいていない、もっともドスクロや声に出さずに血の分でナチュラルにキーボ見下してるのが本当に邪悪。ロボって言うからちょっと複雑になるんだ。キーボー人と物のどちらに分類しているかよ。サイハラは確実に物認識だと思う。未来機関は少年組以外は全員ナチュラルに露さしそう。スゴロクでも S でも絡みに行くあたりオウマって多分キーボ気に入ってるよな。オウマはゴンタ、キーボイルマとよくつるんでる印象がある。オウマは友達関係に関しては分かりやすいツンデレムーブだからな。ほっとけば孤立しそうな奴らに積極的に話しかけて絡んでる。ゴンタ孤立しそうか。イルマはものすごくわかるが、
反応がいい子が好みなんだろうね。育成計画の卒業前のウーマとキーボのイベント好き。冷静に考えて命かかってるゲームに巻き込まれてロボットが仲間みたいな顔してきて受け入れるのは優しいと思う。ウーマとか夢のノロサはロケットパンチ自爆特攻って感じだからね、可愛いもんよ。普通の高校生のノリにロボット要素が合わさった感じがする。そういう概念的なロボットっぽさをいじるわけじゃない。サイハラはそもそもキーボー人格を持つ個人として認識してないよね。キーボくんは人間っぽいリアクションする AI に過ぎない存在だから扱いがマジで雑。オウマはネタでサイハラがガチという風潮一理ある。いじりの範疇で実際にキーボの人格消された時は号泣してた。夢の大なりロサ発言数と内容のひどさはトップだが、なんだかんだ友達っぽい。オウマ大なり大なり大なりサイハラ。サイハラ、多分キーボに向ける感情がほとんど喋る家電レベル。サイハラは停止ボタン押さなかったことをキーボに責められても僕のせいなのかって全く自覚してないのがひどい。キーボって存在自体が超高校級のロボットってだけだから、精神性とか内面で言えばある意味 V3 の一般人枠なんよね。ゲームプレイヤーはサイハラ視点1話は赤松だったけど、作中視聴者はキーボーアバターにしてプレイしてたみたいだからな。その割に裁判はスクラム以外ポンコツだったが、あれはなんというか、53回目にもなると視聴者ももう真面目に謎解きするような遊び方しなくなってるっていう表現じゃないかと思う。慣れたゲームを何周もやるとき、明らかにハズレっぽい選択肢選んでどうなるかなと楽しんでる感じ。ああなるほど、それで罪ポイントになるかもしれない。スクラムだけはしっかり全部正解選ぶと。キーボって裁判でそんなポンコツ発言してたっけ。3章で光ってたのと4章で味方してくれたのとスクラムで大体こっち側にいたのしか覚えてねえわ。ポンコツというかアバターの割に謎解き参加はあんましてないなって感じ。確認はしてないけどスクラムは唯一の全問正解らしい。2回しか参加してないけどアンジーも全問正解。サイハラがロサ界最強すぎて実質サイハラスレになってるの笑う。あれ超える歴代キャラなかなか思いつかないよな。まあうちらを助けるためにキーボはサイハラ、いやあれは外の皆の意思じゃないかな。言ってない定期。エピローグの発言だって悪く書かれがちだけど、サイハラ視点じゃキーボが助けてくれたなんて思える部分ない。キーボの人格消えてる最後の笑顔見てない。ゴンタとテンコとかいう両親二人がためらいなくぶん投げるのほんまくさ。通信簿イベントとかでも内心ナチュラルにロボ差別するサイハラくんには参るね。サイハラは主人公ゆえモノローグも多いから余計にロサが印象に残る。キーボが割と真面目に落ち込んでる時にロボットもいじけるんだな。と思ったサイハラだ。面構えが違う。キーボ視聴者視点の V3 ってクッソつまらんかったと思う。1章は引きこもり、2章水槽にぶん投げられる、イルマのサービスシーンは目を閉じて見えない、うんこで放送事故寸前、3章の操作は目が光って全然見えない、プレス機で死にかける、5章の事件は電波シャットアウトで見えない、何か言うこと聞かなくなって暴走して学園破壊する。初めてキーボー導入したとはいえ、あまりにもお粗末すぎて愛想が尽きたのもあるんじゃないかな。なんなら昆虫テロもあったしな。水槽と同じく2章だっけ。キーボくんどう考えても謎解きに必要な情報全然足りないと思うんだけど、それで学級裁判に行くのは俺らが知らんようなセオリーとか情報の詰め方とかが53作の間に確立されてたのかな。キーボだって自販機とかの差別はするじゃん。視聴者参加型を歌う割に視聴者はキーボの行動にあんまり介入できないのかな。あるいは最後まで死なないことだけを目標に動かしてたのか。プレス機のあたりにも介入してた場合とすればエンジョイ勢も混ざってる。サイハラとキーボのコンビがすごく好きな身としては、サイハラはキーボを仲間と思ってないって言われるとへこんでしまうんじゃ。確かにロサはめちゃくちゃしてるけど、なんやかんやで人格消された時とかはショック受けてたし、キーボの最後の言葉をちゃんと受け止めて視聴者と対話しに行ってるのがサイハラなんだよ。ロボ差別って言うけど明確に格下の存在なんてどう扱おうがこっちの勝手だろ。ロボットって言うけどものなんだぞ。ただの機械だぞ。